魔国の皆さん、こんにちは。今日は神魔国の象徴とも言うべき鉄明城の前に来ています。司会はなぜか先の天下一舞踏会、踊る方の舞踏会です。で、ミス神魔国に選ばれた私、サラレギーがお送りします。ちなみにミス神魔国というのは見事に素晴らしいの略だそうで、たまたまお忍びで舞踏会見物に来ていたら選ばれちゃいました。え、なんかそれって友達の付き添いで一緒にオーディションに行って選ばれちゃいましたっていうアイドルみたいだよな。いやー、ユーリ、早速の登場だね。今日のおしゃべり番組神魔国来るのお客様は、そう、この方。あー、どうも。地球じゃ冴えない高校1年生、こちらじゃ27代魔王を務めさせていただいています、渋谷ユーリです。って何これ、テレビカメラ、すごいな、もしかしてテレビ。そう、なんと言ったかな、なんとか教という女性研究者が魔導動画装置を作り出したんだって。すごいね。ああ、それってやっぱアニシナさんかな。あ、これもう映ってんの。イエーイ、ピースピース、この後見てる。本当にユーリって王様らしくないよね。うん、まあ庶民派だしね。っていうか知性のかけらもないって感じ。え、え、あ、でこれってどんな番組なの。うん、私もよくわからないのだけれど、お客様であるユーリの思い出深い場所や曰くのある場所、行きつけの食べ物屋さんなんかを紹介して歩く番組らしいよ。ああ、あるある、地球でもそういう番組。あ、これは内緒なんだけど、途中であなたにゆかりのある人物や友達が突如登場してびっくりさせるなんて場面もあるらしいんだ。ああ、それ言っちゃったらサプライズも何も台無し。そう。じゃあユーリ、早速案内してもらえるかな。国民もきっと画像受信魔導装置の前で君のことを期待してると思うよ。へえ、そう思うとなんか緊張するな。そのテレビじゃなくて画像受信魔導装置ってのはどのぐらいの普及率なんだろう。うん、まだ数が足りないから血明城といくつかの貴族の城と、あと街灯に何台か置いてあるだけらしいけど。街灯テレビ、なんか力道山になった気分。さて、そんなわけでまずはどこに連れてってくれるのかな。宝物殿とか秘宝館とか。宝物殿はともかく秘宝館はないと思う。多分ないんじゃないかな。まあちょっと見てみたい気はするけど、少なくとも俺とサラは入っちゃダメだと思う。あ、何、サラは神魔国のお宝とか見たいの。うん、見たいんじゃなくて欲しいものが一つ。あ、いや別に、さあどこに行こうか。じゃあ最初は城内の中庭はどうかな。もう桜の季節は終わっちゃったけど、なんとここには俺が地球から持ってきてアニシナさんが咲かせた桜の木があるんだ。え、ダメ？うん、全然ダメじゃないよ。へえ、素敵な場所だね。ここでお花見してたんだけどさ、またまたアニシナさんが変な薬でみんなを酔わせたもんだから、とんでもないことになっちゃって。ああ、でもグエンが作ってくれたお花見弁当は美味しかったな。陛下。え？あ、グローブ。いきますよ。コンラッド、もう陛下って言うなよ、名付け親のくせに。おや、早速今日一人目のお友達、ウェラー卿コンラッドの登場だね。そうそう、この中庭ではコンラッドとよくキャッチボールもするんだよね。キャッチボール？そんな球を投げ合うだけの遊びが面白いの？いや、そう言っちゃ元も子もないんだけどさ、なんていうのかな、キャッチボールは心と心の投げ合いなんだよ。いや、なあコンラッド。そうですね、こうしているとこうやって球を投げ合ってるだけで相手のことがわかる気がしますね。そうそう、こう心が通じるって感じ。すごいね。じゃあ弾のやり取りだけで相手の心が読めちゃうってこと？さすがにそこまでエスパーじゃないよ。よっ。ナイス。俺はこのボールを有利の心と思って受け止めてますけどね。
また真顔で恥ずかしいこと言っちゃって。それじゃあ次の思い出の場所に案内してもらいましょう。早っ。上田教、ありがとうございました。あれ、もう終了ですか？そうだよ。それは残念。それじゃあ上田教、時間が押してるから。あー、コナド、ありがとね。どういたしまして。じゃ、何このだだっ広い原っぱは。野球場だよ。野球場？簡単に言っちゃうと、野球っていうのはさっきの球を投げ合ったり棒で打ち合ったりする爽やかな試合のことで、ここはその野球をする場所のことだよ。棒で殴り合ったり打ち合ったり全然違うから。野球は喧嘩じゃないからね。あー、たまに審判殴ったり乱闘騒ぎになったりもするけど。それであの地面に描かれた白い文様は何かの呪い？誰かを呪い殺すの？ブッブー、あの白線はダイヤモンドっていうの。はぁ、ここはさ、俺の誕生日プレゼントにって血明城のみんなが汗を流して整備してくれた大切な場所なんだ。あの時は感動したな。みんな俺を驚かせようとして内緒にしてたんだよ。あー、ここに来たらなんだかキャッチボールがしたくなっちゃったな。ユーリー。え？あ、ナイスキャッチ。こんなと。さあ、本日二人目のお友達の登場です。というか、二人目もなぜかまたウエラー教のようなんだけど。やっぱコンラッドの球はいいよ。ズシンって体の芯まで響くんだよな。俺はユーリの方が好きですよ。暖かくて。え、そう？え、とても。どんだけ玉遊びが好きなのかと。やれやれ。随分楽しそうだね。はい、さっさと撤収。さあ、どんどん行こうかな。はい、次にやってきたのは宝物殿。じゃあないみたいだね。ここは裏庭。一見何の変哲もない場所だけど、聞いた話ではスザナ・ジュリアさんっていう俺の魂のリサイクル元の人が、血明城に滞在している時はいつもここを散歩コースにしてたんだって。コンラッドともよく待ち合わせて会っていたらしいんだよね。ここでね。まあ、俺自身には直接関係ないことなんだけど、なんていうか、一応ジュリアさんに敬意を払ってご紹介っていうことで。なるほどね。あ、でもユーリ、ジュリアという人とウエラー教がどんな会話をしていたのか気になったりしない？ああ、そりゃ二人がどんな言葉のキャッチボールをしていたのか気にならないって言ったらちょっと嘘かもしれないけど。だよね。そういえば、そのジュリアって、うちのマキシーンと以前よくつるんでいた、なんと言ったかな。ガーターベルトとかいう、アゴ割れ男の関係者じゃないのかい？アーダルベルトね。アーダルベルト。そうなんだけど。でも、人は人、我は我って言うだろ？サラマさ、ワイドショー好きの主婦みたいな顔するのよせよ。だって気になるじゃない。私もあながち無関係という気がしないし。そうかな。少なくとも俺は今コンラッドとキャッチボールできるわけだから、それで満足なんだけど。ユーリ。え、コンラッド？行きますよ。すげえナイスタイミング。ちょうど今あんたとキャッチボールをしたいなって思ってたところだったんだ。またウエラー今日。すみません、三人目も俺です。ねえユーリ、あなたって彼以外に友達いないの？そんなことないって。よっ。爪入りでキャッチボールするとさすがにやっついな。ちょっと汗飛ばさないでくれる？ごめん。でも汗かいた。一っ風呂浴びたい気分だな。それならいいところがあるでしょう。いいところ？もしかして大浴場のこと？そう、
大浴場へ。さあ、行くぞ。ああ、なんか、今一瞬で汗が引いたんですけど。極楽極楽。いい湯だな。昼間から銭湯って最高だね。銭湯？あんまりでかいんで間違えた。ここは血明城の魔王専用大浴場です。ほら、空もお湯に入って。まあ、我が小島論の温泉にはかなわないけど、ここも、まあまあ悪くないね。だろ？ここにも何か思い出があるの？思い出っていうか、初めてここ来た時、俺の前の代の魔王のセクシーダイナマイツチェリ様も入っててさ、いやー、焦った。って、随分嬉しそうだけど。そりゃ、俺も健全な男子高校生なんで、バンキュボン前にして嬉しくないはずが。ああ、いや、あの時は本当に困りました。はい。じゃあさ、私と一緒にお風呂に入った時と、どっちがドキドキした？いや、そんな可愛い顔ですり寄られても困るんですが。いいじゃない、別に男同士なんだし。ああ、なんか微妙に言ってることに矛盾が。まあいいや。あれ？サラって、相変わらず風呂でもメガネ外さないの？お取り込み中、失礼します。お背中流しましょうか。あれ、コンラッド、また上ら教なの？すみません、また俺です。ほんと人材不足なんじゃないの、新魔国は。そんなことないって、少数精鋭なのうちは。あ、言っておくけど、ここでキャッチボールとやらは禁止だから。ほら、ユリ、おーっと滑った。ああ、やっぱ石鹸だと掴みにくいな。ちょっと、行儀は。今度はこっちから行くぜ、コンラッド。いつでもどうぞ。よし。石鹸落ちた。しかも浴槽かよ。って、何？すごい泡立ってきた。ちょっと、この石鹸何？ああ、すみません。これ、水の泡1号でした。何その嫌なネーミング。ちょっと水をかけるだけでものすごい泡を生み出す石鹸だとか。ああ、もしかしてアニシナさんの開発商品だったり。お察しの通りです。もう、ちょっとパン、サラが泡に溺れてるよ。ま、ちょうどいい機会です。いっそこのまま沈めておくってのは。コンラッド、国際問題になっちゃうだろう。冗談ですよ、冗談。なんだ、目が笑ってないからちょっと本気かと。あと、とにかく助けて、衛星兵。ひとっ風呂浴びた後はやっぱキンキンに冷えた牛乳だね。胃袋が8つあろうが、角が5本あろうが、牛は牛だもんな。その、腰に手を当てるのは、何かの儀式？ああ、これは、地球における牛乳の由緒正しい飲み方で、万国共通の作法なんだ。ほら、サラもやってみろよ。ああ、もう、私は遠慮するよ。ああ。まだ喉がイガイガする。今の牛ガエルが踏みつぶされたような音、何？俺の腹の虫。運動して風呂に入ったら腹減ったな。よし、何か食べに行きますか。おっと、いよいよお待ちかねのお食事の時間のようです。魔王陛下御用達のお店、どんなところに連れて行ってくれるのか、気になります。無事、いつものやつ二つ。えい！何この汚い小屋。なんだか嫌な匂いがする。ユーリったらよくこんな店に入れるね。何言ってんだよ。いい雰囲気だろ。新魔国にはラーメン屋がないよなーって言ってたら、コンラッドが似たような店を見つけてきてくれたんだよ。ああ、落ち着く。そ
そうかな。私はもっと規則的な場所が落ち着くんだけど。へい、お待ち。やだ、指、スープに指が入ってるじゃない。なに、安心してくださいよお客さん。この道一筋80年、慣れっこになっちまって暑かねえんですよ。暑さの問題じゃなくて衛生面が。気にしない気にしない。いただきまーす。って、あれ、ゆで卵が入ってるよ。頼んでないのに。ええ、そいつはあちらのお客さんから。え？や、コンラッド。あ、コンラッドも来てたんだ。あれ、でもコンラッドの丼には卵入ってないじゃん。今日は陛下のとお連れさんので終わりだったんですよ。あ、なんだよ、コンラッドの方が体格がいいんだから食べろよ。何を言ってるんです。育ち盛りのあなたが食べるべきです。おど、働き盛りのコンラッドこそ。おう、いや、ユーリこそ。いや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 、コンラッドこそ。いや、もう二人の器の間を行き来する白いゆで卵。まさかこれもキャッチボールとか言うんじゃないだろうね。次はどんなところに連れてってくれるのかな。そうだな、あと思い出の場所って言ったらやっぱりあそこかな。ああ、あそこですか。うん、あそこだね。あそこっていうか、ウェラー卿まだついてくるの。まあいいじゃない、旅は道連れ世は情けってね。サラ、ちょっと遠いけどいい？ここはどこなの？随分と城から離れた場所だね。うん、ここは俺がこの世界に来て初めてコンラッドと出会った場所なんだ。そうそう、あの時のユーリは地球からこちらに来たばかりで、わけもわからないままアーダルベルトに連れ去られるところだった。ああ、ガタベルト。ああ、サラ、アーダルベルトね。アーダルベルト、ガタベルト違うから。さて、ではこの番組もいよいよ終わりに近づいてきたわけなんだけれど、実はここにユーリにゆかりの深いお友達からの手紙が届いています。はい、どうぞ。あ、はい。誰だろう。ユーリ、お元気ですか。俺は元気です。いつもキャッチボールに付き合ってくれてありがとう。コンラッド、ちょっと、これもあなたなの、ウェラー卿。前打ち合わせで聞いてないんだけど。え、サラも知らなかったの。それはほら、サプライズ企画だから。誰に対してのサプライズだよ。たくもう、こんなくっさ演出して。手紙書いた本人がいるんだから、コンラッド、自分で読んでくれよな。はい。しかし、何やら照れくさいもんですね。ジュリアを失った時、この先自分が笑うことなど一生ないと思っていたよ。コンラッド。しかし、ユーリの魂を抱いて地球に逃れ、旅を続けるうちに、いつしか忘れていた感情が蘇りました。それは、とても温かいもので、ご両親にあなたを託したときは、正直、嬉しいような寂しいような、不思議な気持ちになったのを覚えています。タクシーの中で、ミコさんのお腹越しに触れたあなたは、とてもやんちゃで、ポンポンお腹を蹴っていましたっけ。いや、もしかしたら、あれは腕だったのかな。だとしたら、あれが俺たちの最初のキャッチボールですね。それからあなたは地球で身も心もすくすくと育たれて、再会した時にはそのご立派な姿に思わず目を見張ったものでした。
嘘つけ。なんて言うと、あなたは嘘つけって照れるんでしょうけれど。って読まれてる？すごいな、コンラッド。もしかしてエスパー？違います。って、それも書いてあったんかい？こうしてあなたが新魔国にやってきて、止まっていた時間が動き出しました。国の、民の、そして俺の。そう。俺は今改めて気づきました。あなたをお守りしているつもりで、実は俺こそがあなたに支えられて生きていたんだと。ようこそ、新魔国へ。27代目魔王陛下、そしてありがとう。誰よりも大切な俺の有利。コンラッド。追伸。ああ、まだあるのね。あなたのためなら、この腕も、この胸も、この命さえも差し上げましょう。なんならついでに、うちの弟も。いや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 、それは慎んで辞退させていただきます。お気に入りの靴下だって、この場ですぐに脱いで差し出して。誇示します！あんた足臭いですから。それはまた、釣れないんじゃないか。サーブ。そんなとこまで手紙に書いてあんの？はーい。せっかくの感動的な演出が台無しになったところで、ちょうどお時間となりました。新魔国来る最終回いかがでしたか？いきなり最終回かよ！ではまたお会いする日を楽しみに。何この爆発音？あれ、機材から火が出てるよ、おい、はあ、最後の最後に自爆か。さすがアニシナの発明品だ。一筋縄ではいかない。感心するとこじゃないだろ。二人とも、おけがは？大丈夫大丈夫。サラは？とりあえず、無事かな。服がすす臭くなっちゃったけど。よかった。何はともあれ、終わった終わった。サラもお疲れ様。どういたしまして。今日一日でまた君のことがわからなくなったよ。え、そう？そんじゃ、じっくり分かり合うためにキャッチボールでもしに行こうぜ。な、コンラッド。いいですね。お供しますよ。また？私は辞退するよ。まったくバカの一つ覚えみたいに玉遊びばっかり。君たち、まるで猿だね。好きだからいいんです。ウッキー。